校長のウェルズ先生はいつも上の空。顔色が悪いようだが、どうかしたのか？その進路のことでちょっと悩みが。すごい汗だ。本当にそれだけかね？私には何でも打ち明けなさい。それとも何かやましいことでもあるのか？どうなんだ、マックス、答えなさい。今、ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。女子トイレで。プレスコット君が？確かかね。はい。銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ、私見たんです。明らかに異常でした。ちょっと待ちなさい。では何かね？君は見ていたのに、ネイさんは気づかなかったと？物陰に隠れてて。女子が女子トイレにいて何かおかしいですか？そうは言っていない。事実関係をはっきりさせたいだけだ。プレスコット君はこの町の名家のご子息だ。本校における成績も極めて優秀。彼がトイレで銃を振り回したなど、にわかには信じがたい。それで、その後は？彼、ネイさんは、すぐに出て行きました。どうするんですか？事実なら、深刻な問題だ。私が個人的に対応する。知らせてくれてありがとう。それだけ？銃を持ってたのに。話の続きはまた後ほど、校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難していなさい。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。顔色が悪いよ。ちょっと具合が悪くて、その今日はあの日で。だがフラフラ歩き回る元気はある。そんな言い訳をする生徒は5万といるんだよ。嘘じゃないです。写真の授業中めまいがして。隠していることがあるなら言ってみなさい。だから具合が悪いって、それだけです。隠してなんかないし。君がそういう態度を取るならもう結構だ。ただ私の目はごまかせないぞ。君は入学して3週間で早速問題を起こした。ご両親はさぞがっかりされることだろう。話は以上だ。行きなさい。ダメだ、全然信じてない。下手すると奨学金がもらえなくなるな。巻き戻して本当のことを話そうかな。顔色が…ネイサン・プレスコット君、至急校長室に来るように。以上。本当におかしな日だな。いろいろ起きすぎて混乱しちゃうよ。訳のわからない幻覚も、この力も。グラント先生、熱心に署名は集めてるな。グラント先生。あら、マックス、ちょっとだけ話を聞いてくれないかしら。今署名運動を始めてるのよ。ええ、もちろん構いませんよ。何の署名ですか？警備主任のデイビッド・マドセンが校内に監視カメラを設置しようとしているの。廊下に教室、体育館と寮にもね。ここはハイスクールです。刑務所と同じにされては困るわ。信じられない、
今のご時世確かにいろいろ物騒だけど、寮にカメラなんて。断固阻止しないと。取り返しのつかないことになってからじゃ遅いわ。ブラックウェルは由緒正しき学校です。ネイティブアメリカンが創立し、開拓者たちにも門戸を開いた。暴力とは無縁よ。科学の先生なのに歴史好きなんですね。科学はある意味歴史よ。この町の民間伝承はとても興味深いわ。機会があれば特別授業で取り上げたいと思ってるの。特別講義はこのくらいにして、時代錯誤な監視システムに抗議する署名をお願いできるかしら。もちろんです。安全対策はいいけど、これは行き過ぎです。ありがとう。あなたならきっと賛成してくれると思ったわ。いい絵だな。水の底できらめく緑のコイン。さて、寮から USB を持ってこなきゃ。部屋に戻ってウォーレンの USB を取ってこないと。アリサとはもっと仲良くなれそうだな。あれ、マックス、何読んでるの？愛と永遠の眠りの狭間で。分かってる、何も言わないで。でもそれベストセラーだよね。まあね。じゃあ続きを読むから。うわ、ビクトリアと取り巻きちゃんたちだ。あら、自撮りクイーンのマックス・コールフィールドさん。個性吐き取ってマークじゃなかったジェファソン先生の気を引くなんて。ダゲレオタイプです。ロレツ回ってなかったし、酔っ払ってるのかしら。賢いマックスさんならこれを見てわかるでしょ。通行止めよ。待って、動かないで。傑作が撮れた。安心して、 SNS にばらまく前にレトロフィルターで加工してあげる。じゃ、さよなら自撮りぼっちさん。ムカつく、絶対どかせてやる。水をもっと出してビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。サミエルがペンキを塗り始める。スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。なんなの、信じられない、ずぶ濡れよ。大丈夫、ただの水だよ。これカシミヤなんですけど、この服いくらしたか分かってるの？そうだよね。もうマジで最悪。ずぶ濡れで惨めなのにおしゃれに見える。
ダメだ、何か見落とした。巻き戻そう。今は無理、サミュエルにバレちゃう。今は無理、サミュエルにバレちゃう。よし、これでどうだろう。スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。申し訳ない。髪の毛につくと落ちないんだよ。すまん。頼らないでよ、気色悪い。今タオルを持ってくるから、ちょっと待ってて。早くしてよ、乾いちゃうでしょ。大成功。私を舐めた罰だ。一人で座ってると、なんだか悲しそうに見える。ビクトリア。マックス、何かよ。黙って、嫌味とか聞きたくないから。待って、動かないで。これは SNS 行き決定。もうどいてくれる？早く部屋に戻りたいんだけど。生意気に。せいぜい気をつけなさい、姉さんにもね。さすがにやりすぎたかな。部屋に戻ってウォーレンに会いに行かなきゃ。大丈夫？その服カシミヤだよね。まあね。でも他にもあるし。前から思ってたけど、いつもおしゃれだよね。否定はしないけど、ジェファソン先生にも言われたし。それに写真の才能もすごいよ。リチャード・アベドンっぽい。よし。アベドンのファンなの。ちょっと嬉しい。ったく、タオルはまだ？いつまで待たせるの？さっきの写真消すね。意地悪して悪かった。あと、自撮りぼっちとか言って。ムカついたけど、ちょっと笑えたよ。今日はなんかついてないみたい。わかる、そういう時ってあるよね。じゃあまた。じゃあね。これじゃビクトリアに都合がいいだけ。仕返しした方がいいかな。とにかく部屋に。ここに何か貼った人たちのコラージュを作ってみた。ここの人たちは容赦ないな。急がないとビクトリアに超怒られる。ただいま、私の小さなお城。マックスメモリアルフォトウォール。18歳になったなんて大人には見えないな。顔色悪いだけで。
はあ、マックス&クロエずっと友達だったはずなのに、いい加減クロエに連絡しないと。遅くなるほど気まずくなる。中古屋でレコード買いたいな。いかにもな趣味だけど、音楽は私と作品に必要だからいいんだ。インスピレーションが必要な時はこれを。フィリップ・ロルカ・ディコルシア、あんなところにカメラを持ち込むなんてすごい絵。ジュリア・キャメロンのビクトリア朝の画面も素敵。アナログ中のアナログね。それにダリ、時間を止めて切り取る天才。ノート PC が構ってほしそうにしてる。このサイト大好き。ヴィンテージカメラがこんなに。ウォーレンってば本当おかしい。ここでちゃんと友達ができてよかった。レーナがメモを置いていったみたい。もうレーナの部屋に USB を取りに行かなきゃ。あなたのことは忘れてないよ、リサ。まだね。カラカラだ。私ダメなママね。はい、お水。私いつもファインダー越しか窓越しに何かを見てる。見てるだけ。本当のこと言いなよ、デーナ。言うまで絶対開けないから。まったく、リアリティショーじゃあるまいし。ドアを開けて。ジュリエット、今にも泣き崩れそう。ジュリエット、どうかしたの？どうもしなかったらデーナを部屋に閉じ込めたりしないし。何があったの？あの女、人の彼氏とエロチャットしたのよ。ひどいね。なんでわかったの？あなたに関係ないでしょ。いちいち詮索しないでくれる？これまで話しかけたことないくせに。だから今話してるの。私の名字は？ジュリエット・ワトソンでしょ。意外。私の名字知らないと思った。知ってるよ。人と話すのは得意じゃないけど、困ってるならほっとけない。で、どうしてわかったの？ビクトリアによれば、レーナは男のためなら何でもするって。ビクトリアに聞いたの？そっか。チャットのログ見たって。ザックはさっきから電話出ないし、レーナが認めたらここを開けてあげる。絶好だけど。マックス、本当に誤解なの。きっとビクトリアの仕業だよ。彼女の部屋に証拠があるはず。おう。ブラックヘルへようこそ。厳しいね。私と違って作品をアピールしてるだけマシか。ヴィンテージの中盤カメラにいいプライムレンズ。許すまじ、ビクトリア。違います、怪しいものじゃありません。見てるだけです。寮に 3D プリンターを置く気？取り巻きに入れてもらおうかな。この写真なんだかビクトリアみたい。冷たくて魂がない感じ。もちろんビクトリアだから高いノートを使ってるよね。さっきの写真じゃなく、素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。これだ、ジュリエットに見せるべきメール。さっさとプリントしてここから出よう。
ビクトリアってこんなにレイチェルが嫌いなの？この記事見てビクトリアはジュリエットにキレたんじゃないかな。いいプラズマテレビ。また忍び込んでファイナルファンタジーでも見ようかな。誰が何と言おうと素晴らしい SF 映画なんだから。これでデーナが無実って信じてくれるかな。ジュリエット、これ。そういうこと？デーナごめん、私がバカだった。本当だよ、信じられない。私がザックに手を出すと思う？分かってる。頭に血が上っちゃって、お詫びにおごるから。友達でいて。洗濯もやってよね。ありがとう。マックスは忍者みたいだね。ザックにビクトリアのこと問い詰めてくる。マックス、ありがとう、助かった。 USB は机の上だよ。あとは USB を持ってウォーレンに会いに行くだけ。チアリーダーの生活ってどんなだろう。いろいろあるんだろうな。デーナの SNS 画面。デーナみたいな人気者なら友達もたくさんいるよね。リア充の SNS を覗けるなんてすごいけど。あった、 USB メモリ。愛しい USB、もう二度と離さないからね。デーナかなり溜め込んでるみたい。デーナ、さっきは本当にありがとうね。まったく、ジュリエットも子供みたいなことするんだから呆れちゃう。ビクトリアはひどいよ。あんなに恵まれてるのにどうして？友達同士なのに。ボルテックスクラブが全員仲良しと思ったら大間違い。特にビクトリアは敵が多いの。首を突っ込まないのが一番だよ。ウォーレンはあなたに首ったけだけど。どういうこと？別に。 USB の中に MAX っていうフォルダがあるの気づかなかった？ああ、なるほど、あれのことね。蹴んなよ。いった、ダメだ、巻き戻そう。アリッサ、そこどいて。ああ、別にいいけど。やっとちゃんと人助けができた。こういうのがしたかったんだ。マックス、おかげで助かったよ。ありがとね。危なかったね。これだから脳筋男は。ボルテックスクラブのメンバーにはこんなことしないくせに。くだらないクラブだよ。だよね。今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなきゃ。いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。黙っていないで何とか言え。何のことか分かりません。いいか、よく聞け。俺の目はごまかせない。
隠し事ができるなどと思わないことだ。分かったな。もうやめてください。なんで止めてくれなかったの？黙って見てるだけなんて。ケイトとデイビッドの間に割って入ればよかった。なんなのあの人。戻って別の対応を試してみるべきかも。ちょっと、もうやめてください。なんだお前は。仕事の邪魔をしないでもらいたい。生徒を怒鳴りつけ、いじめることが仕事なんですか？なんだと？人聞きの悪いことを言うな。安全を守るためだ。嘘ばっかり。お前も要注意だな。このことはよく覚えておく。マックス、ありがとう。やっと追い払えたよ。もう行かなきゃいけないんだけど、本当に感謝してるから。気にしないで。ケイトを助けられて日常。割って入ってよかった。ああいうのは許せない。どうしてよ。ザックもビクトリアも。ジュリエットはまだザックとビクトリアのことで動揺してる。ジュリエット、大丈夫？ああマックス、ごめん、まだちょっと動揺してて。じゃあそっとしとくね。ウォーレンが待ちくたびれてるからもう行くよ。それじゃ。早くまたザックとビクトリアと一緒にパーティーで遊ぶのが待ち遠しいよ。あ、うん、そうだね。それじゃあまたね。マックス、見てよこれ。マックス、待ってたよ。はい、これありがとう。ああ、うん。車買ったんだ。いいね、レトロな感じで。78年生だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。ほんと古いもの好きだね。まあ私もだけど。どうしたの？今日はなんかすごくいろいろあって。ビクトリアが顔にペンキ浴びたんだって。写真があったら金払ってでも見るのに。その話はしたくない。なんだよ、やけにピリピリしてんだな。茶化さないで。そういう気分じゃないの。 USB に入れてあった映画見てくれた？ごめん、勉強とかいろいろ忙しくて時間なくて。1年ぐらい貸してたのに。1週間でしょ。タイトルだけは全部チェックしたよ。ちょっと待って、食人族見てないの？見るわけないでしょ。これ以上人格歪んだら困るよ。俺は大笑いだったよ。どうなのそれ。そんな言い方されると傷つくじゃん。そういうつもりじゃないよ。大丈夫、ウォーレンの頭とセンスの良さは分かってるから。そいつはどうも。きっと他の子も。ごめんごめん。そうそう、今週末さ、俺の車で一緒に映画でも見に行かない？それどころじゃないかな。ねえ、聞いてくれる？聞いてくれるだけでいいから。ウォーレン・グラハム先生に話してみな。悩みがあるなら何でも相談乗るよ。遠慮しないで。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫、話してよ。今日ね、ジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたの。未だに信じられない。
ウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことある？マックス・コールフィールドだな。お前ジェファソンの取り巻きだろ。授業なら受けてるけど。同じことだ。写真を撮ったな。お前女子トイレに隠れてただろ。てめえ校長に何を吹き込んだ？言え。さっさと答えろ。銃を持ってる生徒がいるってだけ。俺が持ってたの間違いだろ。おかげで呼び出し食らった。お説教されたのがそんなに不満？俺は誰の説教も聞かない。誰の指図も受けない。姉さん、あなた普通じゃないよ。生意気な口を聞くな。余裕かましやがって。人の心配してる場合か。警察呼ぶよ。やってみろ。警察は俺の味方だ。いい加減にしろよ。ちょっとやめてよ。俺に指図するんじゃねえ。親も校長もお前も全員黙れ。マックス、クロエ。ふざけるな。またお前か。おい逃げろ。早く行け。早く乗って。おいてめえら、どこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。ただじゃ置かねえからな。なんなの、あのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。こら、ありがとう。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな。久々に会えたんだし。ほんと会えて嬉しいよ。それからありがとね。今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。でさっきのは何？さあ、でもあれプレスコット家の子だよね。バカ息子な。あの男子やるじゃん。ウォーレンね、借りを作っちゃったな。借りは面倒だぞ。トラブルまで起こして。静かな街だから帰ってきたのに全然落ち着かない。シアトルは肌に合わなかったんだ。そうなのかも。楽しかったけど地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそどこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろ。写真の授業で有名な学校だし、マーク・ジェファソン先生に教えてもらえるんだよ。つまり私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな。5年間音沙汰もなかったんだ。ごめん、クロエも大変だったんだよね。いなかったくせに何がわかんの。私だって好きで引っ越したわけじゃないんだよ。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は？学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で連絡したいと思ってたよ。ジェファソンにはそんな見え透いた嘘つかないだろ。もういいよ。壊れちゃってるよ。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう。困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない。専用の工具がいるんだけど。そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。
うぞ、上がって。全然変わってないね。ボロ屋へようこそ。この部屋もだいぶ変わっただろ。いい感じ、まったりできそう。まあ義理のクソ親父のせいでまったりってわけにもいかないけど。ドア閉めて。音楽でもかけてよ。